今ね、やさついてっていいですかっていう、うん、言ったらこういうホームレスの方の、はい、ご自宅、ご自宅を見せてもらおうっていうのを撮らせてもらってるんですよ。名前は何とお呼びしたらいいですか。これ武田君。下の名前は武田茂。じゃあ茂さん。茂さん、茂さん、これ今缶を集めて生活をされてるんですか。そうですね。今缶結構高いんじゃないですか。いやー、183円。183円じゃ足立区の方だと204円ですよ。ああ、古橋なんかそうやね。 あっちまでそっか、行くのが大変なんか。チャリンコも壊れてんだ。ああ。しげるさんは、この缶で1ヶ月でどれぐらい稼ぐことができるんですか。月で言ったら10万ぐらいは稼ぐんですか。いや、そんなにないですよ。あとは炊き出し行ってるからね。ああ、炊き出しで飯を食ってる。センターの前の方のやってるとか上のとかいろいろあるから。しげるさんはこのホームレス生活っていうのは今何年目ぐらいなんでしょう。12年ぐらいかな。じゃあもうベテランと言ったらベテランじゃないけどねなぜしげるさんはホームレスになられたんですか。いや、会社が クビになったというか、やめて行くとこないんで。で、もう家もなくなり、そう家賃とかそういうのも払えなくて、家というか、実家にいたんだけど、はい、もう兄貴が入ってきたし。ああ、お兄さんがいて出てけと。 で嫁さんがいるわ、足りたらね。ああ、で、居づらくなって。そう昔はしげるさんもかなりなんか悪そうなオーラが出ていますか。いやいや、そんなことないですよ。なんか悪さをされてたんですか。いやいや、しないですよ。地元はこの辺なんですか。いや、埼玉。あ、埼玉のどちらなんですか。熊谷。あ、熊谷って熊谷市内だけどね。熊谷からじゃあ墨田区に出てきて。そうもうじゃあ最初からここに住まれて。そう。いや、最初からじゃないけど上野に行ったり、はい、いろんなとこ点々と。あ、やっぱここはちょっとしたこう集落みたいになってるじゃないですか。やっぱこう喧嘩があったりとか。喧嘩があったりとかするんですか。いや、あんまりないね。あんまり人のことがこだわらない、関心しないから。あ、他の人はあんまり興味ないと。でもなんかこう缶持ってかれたりとかちょっかい出されるようなことはないんですか。いや、そんなないですね。今まで一回もない。ああ、ないんですか。他のとこあるしたけどね。ああ、そうなんですか。朝起きたらなかったとか。ああこの辺の少年たちに襲撃されたりとか。ああ、昔はあったっすよね。あっちの筋町の方に。ああ、今はないですか。今はないね。あ、千住の方だとやられるんですよね。うん、あれがよくあれが来るけどね、スケボーが。ああ、別になんかこうちょっかいは出されたり。いや、しないしない。だってこっちから何かしなきゃもうここからやんねえからね。しげるさんはじゃあ今この缶だけで生計を立てて、その得たお金で食事だけですか。酒飲んだり。たまにしかね。ああ、ギャンブルはあんまりやんない。ああ、そうですか。やるほどこれないもんなるほどこれがね。じゃあこれ全部毛布の下全部缶ですか。これそう。1週間に1回だから。あ、それをまとめて売りに行くんですか。このホテルの前はい、売り場来るし。じゃあそこですぐお金もらえるだから揚げるときはこっちだってね。ああ、で大体の1回の量でいくらぐらいになる。6000はもう以上はなるけどね。中にはいくらもなんねえ人もいるけど。缶はどういったところで集めてこられたんですか。だから月火水木金って、はい、墨田区とか大徳とか。ああ、分かれて、そのゴミが出る日を狙って毎日じゃあ取りに行くことはできる。で、このだけど役所がうるさいんだよね。ここにいるミスターズとも、はい、最近缶拾いを始めた。ああ、役所に何回も言われるんだ。バッティングあるってこと。なんか持っていくなんて何回も言われてた。
あ、やっぱりうるさいんですか。缶持ってっちゃいけないのか。だけど、あの、これマンションとか敷地内に、人んちの敷地内に入っちゃダメだっけ。あー、入んなければセーフなんですか。はい、で、お前さんが、これ道路にあるのは、まあ、本当はダメなんだけど、はい、OB 見るからって。あー。なるほど。茂さんの宅は、あれは平屋ですね。はい。間取りはワンルームですか。ワンルームで。ちょっとじゃあ、はい、ちょっと外見の方見せて。ダマさん、はい、これがしげるさん家の家なんだが、はい、ちょっとミスターストム横に立ってもらっていいですか。ね、立ってもらうと分かるけど、高さが天井が恐ろしく低い。腰ぐらい。ダマさんの腰ぐらいしかないね。天井の高さ恐ろしく低い。じゃあちょっとね、中を見せてもらいましょう。これ入り口はどこなんだろうね。エントランスはどこなんだろう。入り口ちょっとしげるさんに聞いてきてくれ。入り口はこのようにね、あ、これが入り口なんだ。しげるさん、天井はだいぶ低く設計されてるんですね、これは。うん、本当はもっとあんだけど材料がないから。あー、材料の問題で天井が低い。そうそうそう。玄関はどちらなんですか。玄関はここだから。本当は、はい、これ中寝るわけやったんだけど、荷物が中いっぱいあるんで。あー、今のところ外に寝てるんだけど。あ、外で寝てるんですか。そうそうそう。家の中には入らないで。雨が降った時はシートかぶって。どこで寝られてるんですか。いや、そこは脇で。サマーベッドがあるから。あ、置いた時にあるんですよ。はいはいはい。あ、じゃあここで寝られてると。そうそうそう。もっと前だけどね。家の中には入らないんですよ。本当はダメなんだけどね。おしゃれにこだわっているしげるさんはやっぱり。みんな教会で暮らしてる。あー、傘もね、このようにいっぱいあって。なるほど。じゃあ家の中では寝てないんですね。しげるさん、最後に、みんなに聞いてるんですが、しげるさん、将来の夢みたいなのありますか。将来の夢、はい、あんまりないね。ない。なんかこう生まれ変わったら何かになりたいみたいな。政治家になりたいことな。政治家、そう。ないですね。ない。なるほど。しげるさん、今日はどうもありがとうございました。いや、とんでもないです。また。はい、どうも。寒いんで。はいはい。ということでね、ミスターストム。はい。今回にやさついてっていいですか。はい。ホームレスの方たちのな、貴重なお話を聞くことができた。聞きました。みんなやっぱりよ。はい。めんどくさいからホームレスになったっていう人が多い。それ共通してますね。仕事がめんどくさい。はい。いろんなことがめんどくさいっていうことで、まあ言ったらダーマさんもよ。はい。めんどくさい、仕事したくないのはめんどくさいからだろ。まあ確かに。ってことはよ。はい。ダーマさんに関してはまだ実家があるから。はい。はい、なんとか言え、ああいうな、実家に言えるけど、はい、もし実家がなかったらああなっちゃいます。ああなってるってこと。はい、それをな、はい、そのままではいけないと思ったら、はい、やっぱり仕事はしないといけない。確かに。あの人たちだって食うためによ、はい、缶を拾ったりなんなりよ、なんかやってる。でもそれに対して勤めは何かやってるか。やってないです。やってねえだろ。はい、まあ今日はな、いろんな勉強になりました。はい。